ケージあってもいいんやな、ほんまに。あ、サンタは全然。トラックあってもいい。あ、トラックあってもいい。入るんや。見て、これ誰困る？目でっかくなってんの。目も鼻もでっかなってる。めっちゃ見てるで。僕はちょっとルンルンも見てるやん。ルー出てる。ほんまに基準がわからんな。なんで出るんやろ。いやいや、そんなでかいやつでいかへんな。めんどくさい。ここで終わる。ここで終わるんですか。普通やな、あんた。うちもここで終わるん。またいつ。生物ではない。生物とは思ってないんじゃない。無機物やと思ってるやん。その差が分からん。物と思えること何か分からん。有機物と思うか、無機物と思うか。いや、っていうか普通に食わない。そんなでかいやつだったら。ちゃうと思うんちゃう。だってサンタトラック思わへんやで。あれ動いてんねん。あれ動いてんねん。むしろ近づいてる。どう思ってんやろな、トラックのこと。彼はああいう生き物やと思って。彼はどっちでも自分に害がなくて、いや害があるものがないと思ってたよな、サンタはな。野生行ったら自分からこう、シャチがびっくりして離れていくみたいな。おお、来た来た。あんたはトラックを何と思ってんやろな、ケージとかな。眉毛くるんってなってるわ。間違います。
サンタの DNA は受け継いでないんだ。まだそれが出てきてない。そうなの、これから出てくるの。それは楽しみやな。繊細になった。